千住院は東京都渋谷区千田ヶ谷にある日蓮州の寺院である。旧本山は王の山本園児、通り市千田ヶ谷法園園頭でいら。千住院は徳川家康の即室用たまいにゆかりの寺社であり、養主院が赤坂の紀州徳川屋,屋屋敷内に混流した草案が始まりであるとされる。それが商法元年養主院の実施で紀州徳川結書代。 徳川頼信によって、現在地である仙田ヶ谷に移されたものである。千住院の境内、石段を登り詰めた、本堂前の庭には、現在も養主院の石碑が建っている。江戸時代、この地は、谷中の日暮里に風景が似ていることから、新日暮里とも称され、浮世絵や、江戸名所図絵にもしばしば登場している。日暮里があまりに有名になったために、 西方に新日暮里ができたのである。また、桜の名所として知られ、桜の季節には遠方からも花見客が集まり、酒屋や団子、田楽の店などが現れて賑わったという。今は、国立競技場の南方の市街の中になってしまっているが、明治28年の東京未速図では、渋谷川の東の大地にあって、渋谷川流域の水田院と、 代々ぎの森を見渡す大地となっている。江戸名所図絵には、この辺の地勢をび寺院の臨戦の趣もむ山下日暮里に似て、すこぶる美観たり。ゆえに、日暮里に、仮り染め相対して、仮り染めに、新日暮里と自生理、自せ理弥生の頃、乱万たる花の森には第二群衆整理とある。現代になり、周辺の都市開発や付近を流れていた渋谷側の、 暗許可などによって王子の面向きは失われた。また、近隣にある国立競技場などを会場として1964年に開催された東京オリンピックの際には、高台に位置する千住院の墓地の下を貫通する形で都道が建設され、墓地下を千ヶ谷トンネルが通っている。墓地の下にオリンピック道路がついた際、一時話題になった。 現在の千住院の住所は、東京都千長谷2丁目24の一であり、千住院が位置する東京都道418号、北品川四谷線と、都道、補助24号線との交差点には、千住院交差点の名称がついている。千住院の参道下、現在のビクタースタジオ付近には、江戸時代から明治元年まで、おなか団子という団子屋があった。おなか団子は、 江戸名所図や歌川広重の浮世絵にも描かれており、美人と評判のお腹や竹の皮で包んだ古代餅などから、先住院などを訪ねる人々などの間で人気を博していた。渋谷の根呂や綿宮にはお腹が奉納した額があり、奉納者として古代お腹と書かれている。ありがとうございます。